はい、じゃあ今度腕いきます。手の上かけてやりますね。腕の付け根から、そうですね、で全体やっていきます。まず触っているのが肩関節の前側です。で三角筋のあたりと上腕二頭筋をやっていきます。手のひらを上に向けた状態で、肘の内側から手首、真ん中を通るラインと外側と、あとこのポコッと出てるこの筋肉をほぐしていきます。まず真ん中からいきます。中心より外側です。今度は手のひらを少し内側、親指が上になるような状態で、今度腕の外側をやっていきます。こちらです。最後、手首は全体的に手全体を使って圧迫していきます。で、ちょっと肘のあたりは肘を浮かせていきます。こんな感じです。